ぼっち回避。はい、どうも、おかりんです。本日もスマホゲームぼっち回避の続きやっていきましょう。今日は7番からですね、ぼっちヘア髪型にぼっちは関係ないやろ別に。あ、なんかすごくガタイのいいおじさんいるな。この時代にリーゼントで。さあ、どうする？あ、これ何してんのスカートタクシー着みたいなことせんでいいから。あ、なにこれ。あ、この顔写真見せるんじゃない？あの、すいません、こんな髪型にしてください、いつもので。はい、チョキ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 。お、あ、クラスのマドンナいるワックスつけすぎや、つけだれでへんからつけすぎやね。え、なんでクリアしてんねん。おい、ちょっと待て、ちょっと待て、今のは絶対違う流れやろ。じゃあもう一回やらせろ。ここにな、ヘアカタログが要素あんねん。その、ほら要素あんねん、これ、これやろ。じゃあ、あの、すいません、この髪の長い女性の髪型にしてください。わあなんで伸びんの、その薬何？全国のハゲの方にぜひとも共有してあげてくださいすごい髪型で投稿してきたな。お、あいつやべえぞみたいな。で、じゃあ次はこの外国人風のイケてる髪型にしてください、お願いします。どこ行ったんですか？あ、パーマや。これおしゃれになるんじゃない？なんでアフロやねん。すいません、じゃあちょっとこの花輪ヘアにしてもらえませんか？お願いします、ちょっと変わりたくて、自分を変えたくて色変わってんねんけど、時代違うわそれ、世紀末になってしもた。じゃあちょっとかっこいいし、しかも俺的には最後の髪型好きですけどね。さあ、じゃあ次行きましょう。あ、ちょ待って、これこのチェックマーク、これさ、ミスの回数っていうか、あれも出るようになってるな。あ、すごいすごい、ほらこれもいつ5種類あるってことや。へえ、さすが最新ゲームのだけあるな。かくれんぼっち、おまおにな、おっしゃ、かくれろ。いや、昨日ぐらいにしようかな、上かレベル高いな。さあ、スタート。はい、見つけてくれへんかな、みんな帰ってしもたんかな、俺置いて。いや、こんな正解以外さ、どれ選んでも置いていかれる気しかせえへんねんけど。隠れる場所だな、お前レベルが高いねは。もうちょっとさ、木の裏とかでいいやん。なんでそんな、お前監獄学園出てきたとこみたいな隠れ方すんの。レベルが高いねん。この銅像を取れる気すんのよな。あ、違う、ああ、あと倒してしまった。で、俺が代わりになったこう銅像に。気づけ、これはさすがに気づけ、石化した何年待ってたんやん、石の上にも3年ってか。でも他行けるとこもなさそうやねんけど。ここら辺開かへんやろ。あ、後ろ、スタンドみたいになった。でも見つかっ、え、ここです、なんちゃって、すげえ、お前すげえよって、これはすごいわ。ステージ9、遠足ぼっち2。うわ、またここいるやん。とりあえず風船割る、いつも通り風船割って。あれ、こうへん、あ、なんかある、100円。この100円、あ、これ入れるんちゃう、え、違う、あ、100円入れるとこあるやん、入れます。はい、入りました。観覧車見てます、誰か来るんでしょうか。はい、観覧車を見て、お、なんかいるー一人で乗ってアヘガをダブルピースしてるやつがいる。どういう楽しみ方これは。家族で乗るんじゃ、人形でええやん、もう人形でええんちゃう、一緒やん、大きさが違うだけや。楽しい楽しい、ほら楽しい。あかんの、まあさすがにこれはね、これが正解かな、うん、俺のぼっち力があまりにも高すぎて一瞬で正解しちゃったよね。わあ楽しい、スタッフと一緒にやるやつ楽しい、やったー、楽しい。ステージ10、昼休みぼっち2。わあ、どうしようかな今回は。うわあ、影薄い、影が薄いっていうか影が濃い。
あ、なんかある。これで何か塗りたいよな。うわ、危ない、閉じろ。おお、なんでやねんお前、影薄いのにこっち寄ってくんなよ。蜂とは友達なのであった。おー、じゃあこのペン、え、なんでお前後ろ向いてんの。あれ、いつの間にか後ろ向いてんねんけど、こいつ。やる気スイッチオン、オフ。おお、さらに薄くなった。着色、着色、違うか。あ、この状態で、あ、ちょっと待ってよ、これ蜜塗れるんじゃね。違うか、この状態なら俺襲われへんから。え、遅え、たかし遅え。おっしゃ、どっか行った。帰ってきた。あ、取れた。よし、完成した。ほんでここに蜜を塗ります。あれ、オッケー、塗れるな。でヘラクレスオオカブトが出てくるか。出てくるわけないやろ。よし、これを持ってもう一回遊ぼう、みんなで。あ、すげえ、ヘラクレスオオカブトだ、戦おうぜ。あ、こいつらも見てるよ。カブトムシも注目を浴びてる。いけ、殺せ、やっちまえ、スネ夫のやつ殺せ。ステージ11、ぼっち肝試し。それはもうぼっちじゃないよ、ぼっちや。うわ、なんかいる。横に人間じゃないの。あ、一人で怖いな。一緒に回りませんか。一人で寂しいんですけど。いろいろ、いないいないいない、ばあ。あー、ごめんね、顔がブサイクやから。お化けに見えたんかな、ごめんな。ぼっちは子供には優しいから。じゃあこのろうそくをこの女の子に垂らしてあげようかな。ほら、ろうそくプレイしよう。違う、じゃあこれ持つ。あ、持った。おお、熱い。そんな一瞬で溶ける、なんで。じゃあこのろうそくでなんかできるとこないかな。こっちにお供え、お供え。あ、なんかここだけ色違う、今パキって言った。あっ、うわ、気持ち悪いの取ってしまうだ。これいる、え、嬉しいのそれ。え、それいる。で、でも俺はぼっ、え、俺がぼっちなのに変わりないんやけど。わかった、これを取って俺があの子にあげるんや。これで、これで女の子釣って、ほら一緒に行こう言うて。やった、彼女できた。ぼっちやけど彼女できた、やった。あれ見て、俺彼女できてん。あれ、彼女どこ行ったん、消えてしもた。ずっとあなたのそばにいるよ、やって。怖い、めっちゃ怖え。ステージ12、ぼっちボール、ドッジボールな。わあ、危ない、俺一人になってしまった。ぼっちは避けんのだけはうまいからな、なめんなよ。あ、あそこにも女の子いる。いや、え、いけ、 こいつや、これ弱そうなやつ。うわー、痛い、頭やからなしや、セーフ。頭ちゃうんか、今頭当たったと思うけどな。待てよ、じゃあお、ま、あのメガネや、あのめ、ひょろそうなメガネ狙え。うるれ、お前、お前取りに来んな、お前。くそ、こうなったら卑怯な手を使うしかねえ。何がいねえのか、このお子様ランチの肌取れへんのか。取れる、忍術や。よし、この忍術でパワーアップや。影分身の術してもうた。うわ、強い、いけ、うちのインテリ。カーブボール、そして残った雑魚をショベル、シャー。何でもありかよ。やった、人気者になった。ああ、しかも女の子も来た。ステージ13、ぼっち花火大会。もうスタートじゃなくて帰るんやけど。帰ろうかな、一人やし、寂しいし、帰ろ。俺の中の花火はしけってたようや。はあ。寂しい。なんでここまで来たん、お前。何しに花火大会までやってきたん。これ電気つくんちゃう、つかへんか。右行けるね、右行ってみよう。あ、たかしとスネおるやん、ここに。あ、コンビニの2位がちょっと長いな思ったら、これ蛍光灯やったわ。これこうして、あ、明かりついた。僕はここです。
すいません、僕はここです、見つけてください。たかしくん、お金ないの？いや、僕お金出してあげるから待っててね。うん、たかしくんのためにお金を探してあげなきゃ。お金で友達作らなきゃ。どうしよう。でもお前邪魔やねんけど、この画面邪魔やねんけど、ここら辺ないか。メニューにはまだないな。写真撮ってみる。うん、どっかお金あると思うねんけどな。この排水溝の下とかさあると思うんやけど、花火の中にお金が打ち上がってたりはしないか。ないな。じゃあ帰ろ、もういいや、一人やし帰ろ。家でエーペックスでもしとこ。あ、こっちの排水溝かな。違うか。このたかし開けちゃったら引っ込まへんから、何かできることがないか。ないな。あ、もしかしてポケットの中に、違う、こいつらのポケットの中に、違うか。あ、ちょっと待って、ここに100円玉ついてる。おっちょこちょいだな、たかしは。ほら100円だ。よし、これでたかし出てきた。ほんで僕ここです、僕ここですよ。すいません、見つけてくれません？あ、これで買えるかな。これで帰ったらここで合致すると。おっ、ぼっちじゃねえか、一緒に花火見ようぜ。やった。なんでやねん、花火大会やってねえから花火見ろよ。なんで手持ち花火してんねん。さあ、と言いますことで今日は結構進んだんじゃない？7から14までやりましたね。というわけで次回は命の水からやっていこうと思います。というわけで今日のぼっちいいと思ってくれたらグッドボタン押してくれて嬉しいです。それではお疲れ、バイバイ。